はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、ちょっと僕の動画では新企画を始めていこうかなと思います。僕ら大食いの方たちにはやっぱりデカ盛りを出さなきゃいけないのかというところでね、なかなか、お声掛けしにくいお店さん多いと思うんですよ。でそんな場合ってやっぱり器がないとねできないから、そういったお店さんに向けて僕が持参でデカ盛りの器を持ってってデカ盛りを作っていただく特製デカ盛りシリーズを始めていこうと思います。で本日はですね、1店舗目として林氏宝数さんという上湯さんの、ね、駅近くにありますラーメン屋さんに本日は訪れております。もちろんですね、ただそのお店のデカ盛りを特製で作ってもらうだけではなくて、通常ね提供している並盛りなんかも皆様にご紹介しながら、そのねお店の良さなどをお伝えする、そんなね動画にできればと思います。でとりあえずね、まあデカ盛りいただく前に、まずはひとまずはね、通常の特製の一杯いただいていこうと思います。ありがとうございます。ということでですね、本日デカ盛り化していただくメニューのこちら通常サイズですね。今回ですね、デカ盛り化していただきますメニューが通常メニューにあります中華そばで、今回はですねこちら特製の醤油をいただきました。でちょうどね撮影の2日前ぐらいから麺が選べるみたいでして、細麺と手もみ麺で、今回ねこちら通常の方には細麺、デカ盛りの方には手もみ麺という形でいただこうと思います。じゃあちょっと早速出来たてをいただきます。うまそう、腹減ったな。あーうん、まっ、一日の一食目に美味しいラーメンが食えるのはめちゃくちゃ幸せだわ。そしたら早速ねこの細麺いっちゃいますか。ちょっとねこれ見えますかね、この細麺、もちろんねスープはチンタン系でサラッとしてるんだけど、このね細麺がねしっかりと持ち上げてくれるのは、うん、でこれね特製になりますとチャーシューがね数種類ついてるんだけど、まずこれかな、通常の多分低温チャーシューだと思うんだけど、これもうまそうだ。うまっ、イスピーめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいもうねこの2店舗目もオープンしてから結構経つし、デフォルトのねメニューも数種類あるんだけれども、それ以外にもね限定とかも随時販売してまして、今日なんかやっぱ暑いからさ、冷やしのメニューとかもあるのよ。課題となるメニューが多すぎるわ、いろいろ食いて。うん、麺の具材もほぼないよ。ちょっとねずっとこの SNS で見て気になったんだけど、このワンタンねめちゃくちゃうまそうじゃないですか。うわうまだ、うまうま。そしたらですね、もう早速具材これ最後です。味玉ね、締めにはね100点満点の半熟味玉ですわ。そしたらですね、本日の通常の並盛りの一杯ごちそうさまでした。早速ですねこちらの中華そばをすり鉢を使ってねデカ盛りサイズに仕上げていただきたいと思います。もう麺機もフルで使ってる感じですか。麺機もフルですね。うわ、でか。
あざす。こんな感じでございます。ありがとうございます。ということで本日ですね、作っていただきました特製のすり鉢サイズの中華そば完成しました。もうなかなかね、このデカ盛りってやっぱ普段作らない分、この食材の配置とかね、めちゃくちゃ難しいので、綺麗に盛るのって大変なんですけど、一発目で素晴らしいものを作っていただきました。もうね、この美味しさは分かってるんだけれども、さっきとは違った手もみ麺ということで、結構ね味わいも変わるらしいので、早速ねこのすり鉢の一杯をいただきます。もう一回ね並盛りでいただいているので、すぐこれ麺行こうと思うんだけど、すごいねこれ、さすが並盛り10杯分の麺量ですから。ちょっとこの手もみ麺いただきます。うん、うまっ。基本的にメインとかの食材は乾物系だね、魚介系なんだよね。でそこにベースのちょっと動物系の甘みっていうのかな。さっきはねやっぱり細麺でいただくと、この魚介が目立つというか、この手もみで食べると不思議とね、小麦の甘さと相まって動物がこう感じられるっていうかね、麺変わるだけなんだけど相当ね味わい変わります。ちょっと皆様お試しください。これめっちゃうまい。うん、うまっ、うん、ね、ちょっとね、せっかくこの半熟味玉、これ火通っちゃうのはもったいないし、4つも入ってるんで、もう序盤からね、もったいぶらずに炒めちゃいましょうか。うん、うまっ。いや、それにしても、やっぱね、普段でも、多分デカ盛りって10玉もない気がするんだよな。結構ね思いっきり吸ってるつもりなんだけど、見てもらうと分かる通り全然減りません。この手もみめっちゃうまいですね。これ他のメニューでもこの麺になるんですか？全メニュー細麺にも選べるんですか？他も食いたい。この本当に手もみ麺、もちもちと食感特徴で、これ見えますかね、しっかりとスープ浸ってる感じ。もちろん出来たてのタイミングでの麺も美味しいんだけど、ちょっとねスープ浸ってもちもち感が増したこの状態、これもねまた出来たてとは違った美味しさがあるんで、ちょっとね皆様もぜひねお試しください。うん、あ、これうまいな。さっきねお話ししたように、この林心宝数さんのラーメンっていうのは魚介系がねメインなんだけれども、トッピングにすり生姜があるんですよ。これをねちょっと中盤以降とかにスープに溶かすと、このね魚介とのこの風味の良さすっごい上がるんで、皆様もね通常のメニューでもこのすり生姜乗ってるんですけれども、最初からね混ぜずに中盤からこう混ぜて味変的な感じでね楽しんでいただくとおすすめでございます。
だけすすり続けまして、おそらくだけどおおよそあと4玉分ぐらいかな。十分ね、4玉でもこのラーメンめちゃくちゃ多いんだけど、最初ね10玉見た後のこれぐらいの残りの量だと、なんか並盛りにすらも見えてくる。今でも十分大盛り数杯分あるんだけれども、もうマジでこの1杯分に見えるよね。ちなみにイシピーもう麺切って火を落としてるよね。本当に最後締めに今日限定のあの冷やしの唐辛子食べてみたいなと思って、いいですか？11玉食った後なんですけど、12玉目もお願いしていいですかね。でも今ねこのでっかいすり鉢が来てからカメラを回し出して約20分ぐらい経ったんですよ。まあ20分経ってもこの麺そんなにだれないんだよな。ちょっとずつね伸びてるとは思うんだけれども、伸びたら伸びた時のその良さがあるというか、なんかねこのもちもち食感癖になるわ。ということで本日ですね作っていただきましたのは特製10玉分の中華そばですが、これがですね最後の具材となります。そしたらですね一旦ごちそうさまでしたということで、この後ですね、まあ、こんだけね大きい熱い出来たてのラーメン食べましたんで、ちょっと今汗が引かなくてですね、デザートというか締めに限定で販売してます冷やしのラーメン食べていこうと思います。いや締め、はい、ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます。これ限定の冷やし青唐辛子ラーメン、はい、はい、うわうまそう。これ今回の締めですね、冷やし青唐辛子ラーメンということで、なんか見た目が可愛いね。じゃあ本日最後にねこの冷やしの限定をいただいて体進めていこうと思います。いただきます。あうまっ、うんうん、うまっ、うん、うまっ。あのこれいいな、いいけど結構食べ続けるとちゃんと辛いな。
じゃあ本日ですね、これしっかりと、これラストの食材でございますね。はい。今日もよく食べました。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちらリーチホースさんで、僕が自分ですり鉢を持ち込んで、通常はやっておりませんが、特別にとんでもないデカ盛りのラーメンを作っていただきました。僕自身ですね、初めていただいたんですが、並盛りからですね、もう本当に美味しかったし、麺をね、変えるだけでもう全く味わいがコロッと変わります。ぜひですね、皆様もこの美味しい中華そば食べていただきたいとともに、こちらのお店ではですね、まあこういったような限定メニューなんかも多数ございますので、季節ごとのね、もう期間限定メニューも味わってみてください。で、今回ね、始めさせていただきました、このデカ盛り持ち込み企画、ぜひですね、いろんなお店さんでどんどんやれたらなと思っております。今回ね、使わせていただいたこのすり鉢以外にも大きい平皿だったりとか、深いお皿、僕自身もね、いろいろと持ってますので、我こそはというお店さんがございましたら、ぜひ、Twitter 等のね、DM をいただければ、飛んでいかせていただきたいと思います。まあ、ただですね、通常、元々の営業でもデカ盛りを提供しているお店さんではなくて、普段やってないけれども、ちょっとやってみたいんだという、そんなですね、お店さんに限らせていただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。